世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島、与那国島最西端の地比与那国島の全体図与那国島の位置与那国島は、南西諸島八重山列島の島。島としては、日本の最西端に位置し、国境の島と呼ばれる。現在も、なお、風葬の習慣を残す。八重山列島の西端、台湾の北東に位置する。行政区分としては、一島で、 沖縄県八重山国与那国町をなす。日本最西端の島でありの位置は、北緯24度26分58秒統計122度56分01秒、北緯24.44944度統計122.93361度、24.44944122.93361、東京からの直線距離は約 2000km を超え、 日本の領土の中で東京から最も離れた島である。主要産業は佐藤キ美等の農業、畜産業、漁業。過疎化が進み人口は減少傾向にある。安全保障上重要な位置にあるため、2016年に陸上自衛隊の与那国中トンチが開設されて沿岸監視隊が配備された。この配備により、 自衛隊員とその家族250人が移り住んで、人口の15%近くを占めるようになり、島民の生活に変化が生じている。面積28.95平方キロメートルで、小笠原諸島の洋島や父島より、若干大きい程度である。人口1680人、年平均気温摂氏23.8度、年間降水量2353.6ミルメートル。 石垣島からは約1 2 7キロメートルの国境の島で台湾ギ議論剣相鎮までは約1 1 1トルしかなく年に数回晴れて済んだ日には水平線上に台湾の山々を望むことができる島は東西に細長くちょうどさつまいものような形をしていて起伏は激しいものの自転車でも3から4時間で一周が可能な大きさである 島の地質は、隆起山五章ではなく、主に第三期堆積岩からなる。面積は小さいながら、200メートル級の山があるなど、起伏が大きい。また、島の南海岸は、波で侵食され、断崖絶壁が多数ある。南側の太平洋からは一年を通じて、強い風が吹くが、中央の山地によって遮られ、高地までは影響があるものの、島の北側では、 風はそれほど強くない。島の東端には東崎、西端には西崎の2つの岬がある。中央北部に、祖内、西部に、久べら、南部に、氷川の3つの集落があり、町役場は、祖内にある。主な産業は、漁業、砂糖キビ農業、畜産、観光で、島の南半分及び、東崎では、牛馬が放牧されている。 日川の近くには、エビの養殖場もある。港などにある船舶用の布標は、水源に向かって、左側は緑色、水源に向かって、右側は赤色と定められているが、日本列島のほぼ全域の沿岸部分や、離島においては、布標の色を緑か赤かを定めるために、どこか特定の地点を日本列島の水源として決める必要がある。そのために便宜上として、 日本では、この与那国島を、日本列島沿岸部の水源として定めている。与那国方言では、ドウナンチマと呼ばれる。その由来には、諸説があり、池間英座は、ユーナという木に由来する説が有力であるとする。この説によれば、石垣島では、与那国のことを、ユノオンというが、これは、ユーナ糞の天下で、ユーナの糞、すなわち、ユーナの群生を意味するという。そして、 与那国方言では、五島の野行が濁音化して、打行となるから、ユう名が、ドゥナとなるとされる。また、与那は、海岸の巣や、米、砂を意味するという説もあり、富島剛英栄は小説を検討した上で、ドゥナンは砂や米を意味する、米に由来すると結論づけている。与那国島付近は、天候が不安定で海を渡るのが難しいため、私なんと呼ばれるとも言われるが、俗説とされる。 熱帯雨林気候に属する。与那国馬与那国の名を持つ、最も有名な動物は、日本最大の蚊である与那国んである。ただし、この種は、与那国島の固有種でなく、近隣の石垣島や西表島でも見られ、世界的には、中国、台湾をはじめアジア各地に分布している。また、北牧場及び、東牧場などでは、日本在来場の与那国馬が飼育されている。 ヨナグニバは1969年3月25日にヨナグニ町の天然記念物に指定されている。2010年11月1日に約1040ヘクタールの地域が国指定ヨナグニ、長寿保護区として新規指定された。特別保護地区は63ヘクタールである。これは国の天然記念物及び国内気象野生動植物種に指定されている。 夜中国からスバト及び金バトの保全が目的である。これまで指定されていた超重保護区は、島の中央部の約187ヘクタールのみで、今回の指定では、地域の変更や大幅な拡充が伴われ、新規指定となっている。14世紀に沖縄本島の有力者が海上交易を始めると、その中継点として訪れた人々によって、文明化されたと思われる。 1522年に琉球王朝の支配下にとなるまでは、女子朝、三愛磯場や、鬼虎の下で独立国であった。1609年薩摩藩の琉球侵攻の後、1611年に薩摩藩役人もおりない前、証言親が内藤氏与那国党の測量を行い、初めて県知庁を作成した。薩摩藩からは、重税が課され、その苛烈さを象徴する。 くべらありによる口べらしの悲劇が今日まで語り伝えられている。1879年の琉球処分とともに日本の不遍性に帰属する。台湾が日本領になった時代は台湾住民との間で砂糖や米の密取引が行われるようになり人口は2万人まで増加した。1908年当初長村制で紛り制が廃止され石垣紛り 大浜間切り宮永間切りの三間切りが、与那国島と共に、八重山村となる。1914年に八重山村が分村し、与那国村となる。1945年に、米軍の軍政下に置かれ、台湾が日本から分離したため、密取引は行われなくなり、人口も急減。1948年に、町へ昇格し与那国町となる。 1952年のサンフランシスコ平和条約で米国統治となり、1972年の沖縄返還により日本へ返還されて現在に至る。1982年台湾のカレン氏と姉妹都市を締結。1986年には海底遺跡として紹介されることも多い与那国島。海底地形が地元のダイバーによって発見されて話題となる。 2016年3月28日に陸上自衛隊の与那国駐トンチが設立されると共に沿岸監視隊が発足した。主要産業は砂糖キビや水稲栽培等の農業、肉牛飼育等の畜産業、カジキマグロ漁や車エビ養殖等の漁業。与那国町地域に由来する製法によって与那国島で生産された織物は与那国式として 商標登録されている。ダイバーに海底遺跡の名で知られる、与那国と海底地形をはじめとするダイビングスポットに富み、観光地としての認知度は高いものの、旅行者は多くない。人が亡くなった場合はまず死体を棺に収め、遺体が風化するのを待って、遺骨を取り出し、仙骨という手続きを経る。仙骨は、親族の女性の手によって行われるのが慣習である。 沖縄では、風葬が多く行われてきたが、仙骨の担い手が女性であったことから、女性解放運動の高まりに伴って批判が高まり、衛生面について保健所の指導を受けたことなどで、沖縄で戦前まで行われていた風葬は、仮想場の設置に伴いほとんどは、戦後に廃止されたが、竹富町や与那国町などの離島では未だに習慣が残っている。離島では、仮想場がないことや、 埋葬のための土地が不足するなど、地理的な問題から、沖縄で、風葬が選択されることがあった。さらに、物理ないし地理的な制約という理由だけでなく、祖先の霊が守護神になる場所の宗教施設がある。背景には、二雷家内を信仰する、二雷家内信仰という民間信仰が、風葬の風習の根底にあると言われる。詳細は、与那国島の防衛問題及び、 与那国駐屯地を参照日本の最西端にある与那国島は台湾や中国に近接しており日本の安全保障や対外関係において重要な位置を占めている。日本国政府は2016年4月に与那国島を含む八重山列島等の29地域を有人国境離島地域に特定しており領海等の保全等に関する活動拠点としての機能を維持するために 国の行政機関の施設の設置等を図ることとしており、その中には自衛隊の部隊の増強等も含まれている。2010年12月17日に閣議決定された防衛計画の対抗及び中期防衛力整備計画には、与那国等を想定した100人規模の沿岸艦視隊配備が盛り込まれた。与那国町議会は2013年6月20日に、 防衛省への超誘致の賃貸を承認。2014年3月31日の正式契約締結を経て4月19日に寄工式が行われ、2016年3月28日に与那国駐屯地が開設されるとともに沿岸監視隊が発足した。この間の2015年2月22日に行われた住民投票では配備賛成が多数を占めている。 また、原子力規制委員会は、台湾等での原子力発電所の事故の発生を、検知するために放射線監視装置を、与那国島及び津島に設置し、2018年2月15日に運用を開始している。詳細は、与那国町交通を、参照空路、編集回路、編集与那国町と台湾間で、期間が限定されてはいるものの、チャーター便が過去に飛んでいる。 2007年10月4日、与那国空港から台湾の立坂江航空による初の台湾直行チャーター便が台北国際空港に到着。カレン氏との姉妹都市締結25周年を記念した与那国町の友好親善交流団128人が乗り換えなしに直接台湾に入った。2008年7月4日、 台湾の復興航空によるチャーター便が6日まで台湾カレン市とヨナグニ島を結び、双方から合わせて91人の乗客が利用している。2009年2月27日には台湾の復興航空のチャーター便が往復。カレン市から61人が来島し、ヨナグニ町からは30人がカレン市に向かっている。ダイビングの名称として非常に有名な島である。 特に冬場に西崎で見られるハンマーヘッドは人気があり多くのダイバーが訪れる。また人工物とする説もあり遺跡ポイントと呼ばれる与那国と海底地形にも潜ることができる。このポイントは非常に潮の流れが速いことがあるため上級者向けのポイントであるが状況によっては初級者も見ることができる。ダイビングサービスは島内に5件ある。 四季な島診療所として撮影に使用された建物、与那国島は2003年夏に放映された富士テレビ系列のドラマ、ドクターこと診療所の撮影地となった。日川には撮影に使用した診療所のセットが残っており、有料で内部を見学できる。2004年11月に放送されたドクターこと診療所2004や2006年10月から放送の続編、 ドクター古藤診療所2006でも、与那国島で、ロケが行われている。与那国空港や港の観光案内所では、ロケ地巡り用のパンフレットを配布したり、写真展を開催したりしている。日本国内では、与那国島だけで生産されている、特産物として、花酒がある。花とは、はじめの意で、泡盛と同様の製造過程で最初に流出される。 アルコール度数60度の非常に強く純度の高い上流酒である。一般的な泡盛はアルコール分45度以下で酒税法上単式上流上中に分類されるのに対しアルコール分60度の花酒は原料用アルコールに分類される。島内で以下の3つの銘柄が製造されており、いずれもクバの葉で巻かれた独特の瓶に詰めて出荷される。詳細は 与那国町放送及び与那国中継局を参照。ありがとうございます。